やなんかさ日が出てきてるねトモさんね、なんかいい感じじゃないですか。その上この通り、この通りに国旗がいっぱい出ていて、なんかすっかりね、コメントガーデンの雰囲気から、つながってるんですけど、ちょうどコメントガーデンからレスタースクエアに抜ける、道、そちらにね今歩いてきてるんですけれども、電球もついてるんで夜になるとね明るくなるんだろうね。まあそんな感じで、サクトモチャンネルですということでですね、もう十分、歩いたんでグビグビでしょね、グビグビということで、ちょっと私のお気に入りのカフェちょっとご案内したいと思います、こちらの方ちょっとですね、この裏道っぽい感じのところを通りながらさらに裏道を入っていきたいと思います。ここレゼンビーコートっていうのかな、こちらの方にちょっと入ってパブの方を向かいたいと思います。お、そうパブはラム&フラッグ、知ってる方もいらっしゃるかもしれないですね。非常に古いパブで、コメントガーデンおよびレスタースクエア周辺ではとっても古いパブと言われてるんですけれども、非常に有名なパブですので、ちょっとこちらの方向かっていってみましょう。ガイドブックとかにもね出てるかもしれない。どうここ、この看板さ、多分新しくなってる、綺麗になってる、塗り替えられてるかも。前こんな綺麗じゃなかったもんね。ちょっともうほら天井すれすれみたいなね、ここをくぐってもうこのね、これが昔からあるサルーンバーっていう、まあこっから入る方はいわゆる中流階級以上の方っていうね入り口だったでしょうね。今はまあこれここからは入れなくなってますけれども、さあ抜けた先は大にぎわい。こちらラム&フラッグ、今日はここでトモさんとちょっと一杯飲んでいこうかなと思っております。ではでは中の方に向かっていきたいと思います。はい、ということで、パブの中に入ってきて、ビールを早速、頼みました。僕のはあれですね、これエールビール、うん、両方ともエールビール。トムさんのがロンドンプライドだっけ、うん、僕のはなんだっけ、シーフェアとか、そうです ね、というエールビールを頼みました。じゃあトムさんと久しぶりの乾杯。お帰りなさいませ。はい、ただいま帰りました。乾杯。あ、これ美味しい。久しぶりに飲んだっていうか、久しぶりに飲んだじゃない、いや前に飲んだことあるんですけどどこで飲んだか覚えてないんですけど、うん、美味しい。ちょっと飲んでみない、これ一口どうぞ。そうそう、言われる前にも言うっていうね、積極性が必要かもしれない、うん、安定の、エルビール、この麦芽のね、後味の麦芽が美味しいんですよね、麦芽の味がね、ロンドンプライドね、はい、意外とロンドンプライドは何ミーハー的だって言われて飲まない人いるんですけどね、こっちの人僕結構好きなんですよね、美味しい、美味しいよね。でね、トムさんね、はい、ここのパブは、うん、血のバケツと呼ばれたパブで、昔はですね、このパブの中で格闘の掛け事をやってて、うん、もう要するにもう殴り合いですよね、ファイトクラブ、そう、ファイトクラブ、うん、それで掛け事をしていた時代があって、そういう意味で血のバケツって言われた、ね、うん、パブなんですけど、本当に歴史が古いパブで、この周辺で一番古いのかな、うんうん、このコベントの周辺で、さっきの名前でラム&フラッグ、うん、非常に有名なパブですね、多分ね、ガイドブックとかにも結構載ってるかもしれないね、ここね、でね、食べ物も美味しいんですよ、ここ、うんうん、なのでランチがてらとかディナーでね、いらっしゃるのもいいかもしれないけども、ちょうど後方がね、ここ今2階にいるんですけど、後方がレストランのタイプになっていて、多分ね、夜になるとここもレストランになるんでしょうね、うんうん、なんかこっちだったら座っていいわよなんてね、下の方が混んでたんだね、うん、
後方はねレストランのタイプなんですけど、夜はねやっぱり、ね、予約しておいた方がいいかもしれないですね、うんうん、でもここは人気のパブです、ぜひぜひ来ていただきたい、うん、でさトモさんさトモさんにねぜひお伝えしておきたいんですけど、うん、みんなの思い出写真展ビクトリアのパレスシアタ、ビリー・エリオットの時ですね。現在はハミルトンが公演中、またぜひ見にいらしてください。ハッシュタグサクトモガでツイッターにご投稿ください。僕今回ほらこの間日本から帰ってきたよね、はい、今回さ日本に帰る時散々だったのよ、ね、知ってるでしょ大変あのさバタシーでさPCR で、うん、陽性になっちゃって荷物持って帰ってくるんじゃないかなんて笑い話してたけど、うん、もうそれにほぼ等しいような出来事が、ね、起きてねもう編集しながらニヤニヤしちゃいましたすみませんあんな編集されちゃったと思ってさあの俺あんなメッセージあれ何で送ってたんだろう LINE で送ってたんだよあツイッターですよあツイッターでしたっけ、うん、あでねあんなこと書いてたんだなんて思い出したんですけどいや夜の7時20分出発の飛行機だったんですよね、うん、JAL の、041便かな、うん、でそれに、まあ、PCR も、見事に陰性 でチェックインも日が非常にスムーズに進んで、うん、でいざ飛行機に乗り込む時も、そんなに混んでなかったんですね意外とね僕4席取れるかなっていうぐらいのつもりです、うん予約して、うん、でもやっぱりねちょっと隣にお座りになってる方がいらっしゃって、うん、そしたら、4席並びのところの僕通路側なんですけど、うん、真ん中で2人カップルの、日本人とイギリス人の方ですかねカップルの方がいて一番隅も座ってなんとね4席みんな座ってたんですよ、うん、ところが周り空いてたんですね、うん、じゃあフライトアテンダントが来てくれて、うん、あなたはお隣の方とご一緒ですかって言われたんで、うんいや僕一人なんですって言ったらあじゃあ後ろの席一番後ろになっちゃうんですけれども、うん、2席空いてますから、うん、そちらどうですか、うん、ってそしたら窓際案内してもらったんですよ、うん、あよかったよかったと思って、うん、さあじゃあオンタイムですよ夜7時20分、うん、あのフライトアテンダントに放送が入るんですよ、うん、あの最後の扉のチェックをしてくださいみたいな放送が入って、うんあもうじゃあオンタイムで出発だなただねフライト時間が15時間かかるってなってたんで、うんまあ、ちょっと北回り、まあ、アラスカの方回っていくっていうことで15時間になってたんで、まあ、時間かかるけどまあいっか寝ていけばいいかななんて思ってそしたらね飛行機動き出したんですよ、うん、ぐーっとバックしたの、うん駐機場からいよいよ出発ちょっと動いたら止まっちゃったのね、うん、あ順番待ちになっちゃったのかなと思って、うんそしたらね、また少し行ったらチューって動いたんですよ、うん、そしたらまた止まっちゃったのね、うん、で、どのぐらい待つんだろうと思って30分何のアナウンスもなくずっと待ってたんですよ、うん、そしたら突然機長からアナウンスが入って、うんこのフライトはキャンセルになりましたって言われてみんなどよめきですよみたいな感じ日本人の方ばっかだったんで、うん、ほとんどがみたいになってだからどうも話を聞くとなんかやっぱ15時間のフライトだと、うん、でさらに、なんだっけロシアが、うん、言っちゃこういうこと言っちゃっていいのかわかんないけどロシアがちょっとミサイル発射の告知があった、うん、その関係で航路をさらにずらしていくんで、うん、時間がもっとかかるかもしれないとそうなると機長とフライトアテンダントの就労時間が法的な規制をオーバーしてしまうと、うん、そうすると安全な就航とはなではなくなってしまうんで、うん違法という行為になるので、今回はキャンセルとなります、うん、そうなんだと思ってしょうがないですよね、うん、で仕方ないなって待ってることまた2時間ぐらい、うん、そうしたら突然ですねアナウンスがあって、うん今からお食事をお配りしますって言われてあ食事出るなそうだよな食事ダメになっちゃうもんなと思ってそしたらとんでもない飛行機の中で、ね、食事が配られるわけですよで配って
食べてるでしょ、うん、そうですね、食べてるとね、なんかね、飛行機飛んでる気分になるのね何回も確認したってさ、外さ、ああ変わってないな、景色変わってないなってなんかね、すごい飛んでる気分になる、うん、残念ながらやっぱりね、地上にいるんでね、アルコールサービスはできないらしいんですよね、うん、またちょっとそういろいろあるんですよね、法規制がね、で、まあそれより普通通りに下げてもらって、で、最終的にね、4時間、うん、閉じ込められたんですよ、飛行機。長いですね。長いでしょ。で、7時20分出発だったから4時間だからね、11時半ぐらいまでね、飛行機の中にいたんですね、うん、で、なんでこんな待たすんだろうって思ったわけですよ。僕はもう正直言って帰りたいと思ってたんですけど、まあ、帰りたい方は言ってくださいとは言ってたんですけど、うん、まあ、帰りたいと思ってたんですけども、最終的にはですね、今から皆さんは飛行機を降りたら、うん、入国審査をしてくださいと、うん、1回出ちゃってますからね、入国審査、それから荷物を引き取ってホテルを用意してあるのでホテルにお泊まりくださいと、バスでご案内いたします、うん、まあ、それキャンセルっていうか飛行機飛ばなかった時の、規約として必要な内容なんですね、そこまではやらなくちゃいけないっていう、だからそういう流れになっちゃったんだ、でもなんで4時間もね待たされたのかなって思ったんですけれども、要はホテルを取らなくちゃいけないわけですよね、うん、きっと地上勤務員の方たちとかすごい大忙しで、うん、もう慌てながらねホテルを取ったりバスの手配をしたり、あとは多分次の日のフライトを何時にするかっていうのもいろいろヒースローと話をしなくちゃいけなかったんですよね、うん、そういう苦労を考えたらね仕方がなかったんだな、もう本当誰もね文句言わなかったですね、うんうん、で素直に飛行機を降りてホテル泊まって、で次の日の5時出発だったんですね、うん、夕方ので、5時出発するときに同じフライトアテンダントの方だったんで、機長、まあ、飛行機は戻んなくちゃいけないですからね、うん、同じメンバーで戻るんで、フライトアテンダントの方に今日は飛びますかって聞いたら、うん、今日はね風向きがいいんですよ、予定よりも早く着きそうですって言ってくれて無事着いて、うん、予定の時間よりにやっぱ30分ぐらい早く着きましたね、うん、なんかねそんなことがあって1日遅れで日本に飛んでったと。空港からホテルはどうしたんですか？空港からねホテルは、バスの送迎ちゃんと用意してくれた。あ、バスがあった、うん、へーすごい。で結構ね30分ぐらいバス乗ったから、ターミナル2出発だった、あ3出発だったんですけど、ターミナル4のね離れたターミナル4のホテルだったんですね、うん、多分空きがあったんでしょうね、うん、ターミナル4が今クローズしてるんで、うん、だからねヒルトン泊まって一人なのに、ダブルベッド2つ広い部屋、優雅だ、ね、優雅でしたよお食事もちゃんと朝食ついてて美味しい、バフェをいただきましてロンドン旅行ですね、ロンドン旅行ですね、で一旦家帰ろうかと思ったんですけど、うん、でもね、考えてみたらどういうスケジュールに変わっていくか分かんないと思ったので、うん、もう流れに任せた方がいいんだな、うん、そんな、ね、様でした体験がありました。そういう時にやっぱりね、その機内がどよめいてる様子とか、うん、YouTuber として撮っとくべきですよね。何それ、何 お前は働きが悪いって言ってるわけあの時それどころじゃないのよ、もう本当にさ。でもさ、僕はいいですよ、うんね、帰るだけだから。お仕事がある方とかさ、あとお子さんがいる方とかね、あともうほら家族の用事とか、あるいは乗り継ぎがあるとかっていう方たちはね大変だったんじゃないかと思うけど、本当に日本人の方たちね、みんなね器がでかい人しか乗ってたっていうか、本当文句言わないんですよねもう疲れちゃってるっていうのもあるかもしれないけど、うん、でもね、なんか貴重な経験させてもらいました、うん、まあ、あえて言うなら、カメラを撮っておかなかったのはごめんなさい、ともさんって感じもうちょっと意識持ってください。はい、申し訳ございませんということで、今日は、ラム&フラッグでちょっとね、ビールまだまだ残ってるんで、まだまだお帰りなさい、まあ無事で良かったです、ありがとうございます、まあ、帰りもいろいろあったんですけども、まあ、また次の機会、はい、ありがとうございます、いいことですということです。チャンネル登録、高評価などをあげたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではでは、この辺でシアーズ、さよなら。似合いますね、やっぱり大好き